どうも、じゃあケンジです。いや久しぶりですね。久しぶりです。てか3月なんだけどさ、うん、マジ5ヶ月ぶりぐらいでここ撮ってるかもしれない ね。本当に久々な。というわけでですね、今回紹介したいスニーカーが久しぶりにあるというわけでね、紹介していきたいなと思います。というか紹介するっていうのもさ、僕もスニーカーショップを自分でちょっと立ち上げてみてさ、マジでスニーカー買う欲なくなったね。だってありふれてる。そう、ありふれすぎて、なんか本当はね、アトモス TV みたいな感じでさ、なんか紹介したいじゃん、はいはいはい、最新のスニーカーこうですよみたいな、うん、それもできないぐらい忙しいな。もうちょっと見えてるやん、これもう見えてるんですよ。見切れてるわね。3月7日かな、みんなが欲しくて欲しくてね、ポチポチ頑張ったこちらのハイプなスニーカーをね、紹介していきたいなと思います。今回僕たちが用意したスニーカーはこちらになります。じゃじゃん、ナイキとティファニーのコラボのスニーカーになります。イエッ。これマジなことを言っていいですか、皆さん高級なスニーカーってめちゃめちゃ言うじゃないですか。うん、確かに高級っちゃ高級なんだけど、箱がめちゃめちゃベコベコになるね。確かに。プレオーダーとかさ、まあ言うたら大口のお客様に結構大量な分を仕入れたんですよね。もう6割ぐらいはさ、ベコってるよね。俺も7割ぐらいあると思う。そうだよね。なぜそれはベコっているのかとかね、そういう細かいところ紹介していきたいなと思います、はい、それではこちらオープンです。これは高いわ。オレンジティファニー、コルミーハ大好きよ。素晴らしいですね。めちゃめちゃ柔らかいね。柔らかいね。すごく柔らかい。で、角がしっかりしてるからね。そうだからさ、削れるんすよね。削れるし、中に落ちるし。そうだから、でかいサイズほどベコってるパターンが多いですね、はいはい、ちっちゃいサイズの方がないね。で、アメリカとかそういう他の国とか見てると、みんなこれ重ねておくじゃん。まあ俺たちのショップ置くわ、まあ、こうやってどん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 、はい、多分すぐに後になるわっていうスニーカーです。だからみんなが想像してるような黒タグついてて、うん、なおかつピンピンな箱っていうのはほとんどないと思うよ。マジでレアだと。マジでない。ストック X とかゴッドとか、まあそういったところもそうだし、アメリカのリセールショップとかもちょっとベコってもこんな傷はね、傷じゃないと、うん、マジで傷じゃないと思うっていう判断もするぐらい、うん、今回のものはめちゃめちゃベコベコなものが多いです。というわけでね、まあ、中身の方いきたいなと思います。はい、じゃん。改めまして、ティファニーナイキエアフォースワンローブラックになります。かっこいいですね。かっこいいですね。かっこいいけど十何万とか二十何万近いでしょ。僕たちが知る時に二十何万なんで。そうだね。高いです。マジで高すぎる。今回こちらのね、包装紙、うん、これがなんか新聞かな、なんかティファニーなんだけどさ、ティファニーですよね、これ銀の食器みたいな。これあんまりなんか細かく見てないんだけど、見る？こんな感じです。ティファニーの CM とナイキの CM がごっちゃになってますね。いかにもコラボレーションという感じしますけども、今回ね、こちらのスニーカーを大口のお客様にお借りしてレビューさせてもらうんですが、俺ね、これ見てもさ、まあ確かにいいスニーカーだと思うんすよ。でもこれぶっちゃけ話っていい、十何万の価値は絶対ない。400ドルだから、まあ、4万8000円ぐらいだったら、まあ高いけど好きだから買うかなぐらいだったら分かるかなっていうスニーカーですね。昔エアフォースワンで、あのクリスティアーノ・ロナウドとのコラボみたいなね、エアフォースワンがあったんですよ、うん、それ ID で2万後半とか3万近かったんですよね。そんな感じの質感に似てるかなっていう、革の質感、結構上等な革使われて、ね、すごい良かったって感じなんですけど、まあでもさすがに400ドルもしてるから、しっかり作っているな感はあるんですが、やっぱりちょっと高いかなっていう感じしますね。デュブレの部分ですね。タレフに触ってみて、革なんですよこれ。本革っぽいよね、うん、付属品でティファニーのデュブレがあるんだよ。これつけてコンプリートしたらめちゃめちゃいいなと思うけど、確か500ドルぐらいした気がするんだよね。普通より高いじゃんと思って、まあしょうがないですよね。シューレースはこういった感じで、ティファニーの最近のイメージカラーのイエローと、よくある白いやつと、ティファニーカラーのシューレースが入ってますね。こちらのシューレースあるじゃないですか、普段ついてるやつ、ちょっと丸いやつですね。フラットなシューレースじゃなくて丸みが置いてるシューレースなんで、ちょっと特別感あるかなっていう感じですね。全体的に見てもまあ高級感はさすがにあるわ。十何万は絶対しないかなっていう感じだけど、さすがに400ドルかけてるんで、こことかのレザーの質感とかもわかるかな、ね、この感じとかね、すごいいいんですよね。すごいいいよ、中がすごいいいかな。スウッシュの部分、こことかも切りっぱなしじゃないんですよね、ちゃんと丸みがあるんで、ここら辺もしっかりとこだわってるなっていう感じですね。ただ最初これ出た時さ、みんなに何て言われたと思う、ナイキ ID じゃんって言われたからね。あー、ナイキ ID じゃんって言われるくらいシンプルなんだけどね、こう変化
級というかさ、うん、ティファニーをもう少しなんか前面に出した方がいいんじゃないっていう素人のアメリカ人の声とかもあるけども、やっぱりティファニーとしてはこのシンプルさが売りだよっていうのをやりたかったんじゃないかなと思います。でこちら後ろの925、これシルバーのね、これで高くなってんのかね。ティファニーの歴史が詰まってるこちらの一足ね、僕も気になった部分結構あるんですよ、これって見て、はい、そこをね、見ていきたいなと思います。それではね、こちらをどうぞ。よー、はい、という感じでね、こちらのティファニーを開けていきたいなと思います。まずね、こちら見てください。まあこれ俺購入者側の意見として言わせてもらうんですが、残念ですよね、こういうのやっぱ高い金額払うと。ただね、これでもいい方だよね、正直いい方もうガッてなってる。そうそうそう、いっぱいある、もうめちゃめちゃ潰れてるのもあるし、本当にピンピンなのってマジ珍しいよね。なんかレアカード見つけたぐらいなテンションになります。これも偽物出回ると思いますよ。実はね、すんごく光に当てると分かるんですけど、ナイキの数種ロゴが無限に書かれてますね、こちら。さっき広げたから、まあ、これはいいでしょう。ティファニーは基本的には巻かれてるんですよ。巻かれてんだけど、でかいサイズのものとかで巻かれてないものも結構多かったりとかするので、ね、これも最初巻かれてなかったんですが、これはちょっと参考資料というわけでね、巻かせていただきました。はい、というわけでね、細かい部分を見ていきたいなと思います。マジで、普通の黒いエアフォースワンにティファニーを付け足したみたいな感じですけどね。何にもひねりがないけども、こちらの終端の部分なんですが、わかるかな、これティファニーってね書いてあるんですけども、革だなここは、うん、ぐらいじゃないですか。あとはこのインソールなんですけど、これね、あの安いやつじゃないですね、ちょっと高いやつです ね、 そうですね。これバキって取りたいんだけどさ、うん、怒られる。まあ俺のだったらいいんだけどさ、お客さんの中やめとこう。なんかちょっと革っぽいんだよね、でもここそうだね、ちょっと革っぽい、うん、レーザーですね、履き口がレーザーになってまして、すごく高級感のあるような一足になってます。ティファニーっていうね、925、やっぱ錆びるのかな、銀って錆びる。で、俺がさっき言ったこの縫い目の部分、丸みがあるじゃないですか、これ切りっぱなしじゃないんですよ。最近のさ、ジョーダン1とかすごいじゃん、しかももうなんか切りっぱなしみたいな感じになってたりとかするんで、こういったところはやっぱり4万円パワーがあるかなっていう感じします。デュブレ革、これさ銀が良かったよね、全然印象変わってくる。これ銀だったらもう嬉しかったの。まあまあ金持ちはね、ティファニーの本物のやつ買ってこれつけるっていう、つけるんだろうね。アウトソールの部分はこういった感じにね、ティファニーブルーと黒でね、差し色みたいな感じに使われております。これ結構さ、手に作られてるとか言ってるんですけど、塔の部分見てください、これ穴が開いてない、こんなもんなんですよ。こういった感じで、どんなに4枚のものといえどもナイキのが作ったもんだからね、売り値が4万だったとしても、別に作った製造費はまあ3万とかで作ってるわけではないので、こういった誤差も出ますという感じですね。でも言うてもこれ入ってたら俺は、あ、お金持ちの人なんだなって思う一足ですよ、これは。俺はでもこれはナイキ ID でどんなに作れるとしても、ナイキ ID ではこれは作らない、同じものが作れるとしても俺は作らないで、これが欲しいと思う。それがもう真のやっぱティファニー好きなんじゃない、はい、って俺は思うんで、まあ、ティファニーのアクセってさ、別にさ、もっと高いじゃん、18万なんで全然高くない、もっと高いよね。そんな感じするんで、本当のお金持ちの人は気にしないでこれ買ってみてはいかがっていう感じの一足になります。はい、という感じになるんですけど、皆さんどうですかこれ。いや僕的には結構最初欲しいなと思ったんですよ。国内の数もめちゃめちゃ少なかったね、全然当たってる人見なかったし、噂では外商とかさ、俺でも知り合いでもあれだわ、外商から買ってる人5人ぐらいいたわ。あ、そんないるんだ。うん、だから結構お金持ちの人とかはティファニーさんから直接買って忘れてもらっているっていうのは結構ありましたね。でもこれに関しては忖度とか言われないのかな。こちらのスニーカーは結構な数はアメリカの方で出てまして、ほぼニューヨークの店じゃないかな。そうなんだ。出てたのはキスも出てたでしょ、うん、エクストラバターも出てたし、コンセプツも出てたし、アメリカのスニーカーショップほとんどがなんかこれリリースしたんで、数は少なくはないよね、多いよねぐらいに言われてたんですよ。最初は販売された時はそれこそアメリカのナイキの倉庫がこれで盗品されたんですよ。あ、言ってたね。そう、めちゃめちゃ盗品されてて、 eBay に箱なしだったら900ドルとかで売ってたんですよ。めちゃめちゃ安く売ってたんですが、今ではね、もうアメリカもまあ900ドルまでね最大下がったんですけど、今1100ドルぐらいまで上がったんで、まあだいたい16万から17万ぐらいかな、アメリカというかその世界全体の合計の相場っていうのは、まあだいたい16万から18万かな、そんぐらいで落ち着くと思います。今後これが上がるかというと結構長くかかるんじゃないかな。
はいはい、結構数多いよこれ。2万足とか言われてるしね。全然トロフィールームとかの方が少ないんで、これを投資として持つのもまあ別にいいとは思うんですけども、まあ、なかなか値段が上がりづらいスニーカーなんじゃないかなとは思っております。ただねこれはねもう本当に夜の人とかこれはたまらなく好きでしょ。いやたまらないでしょ。そうお金持ってる方も全然拍手しちゃう。そう僕みたいな貧乏人とかはさもうこういうのは買わないで普通のスニーカーを買いましょうっていう話ですね。レビューしていいよって言ってくださった大口のお客様ありがとうございます。はい、というわけでね、まあ、こちらのスニーカーね、ストック X しっかりスニーダンしっかりでもまあいい値段というか、まあ、大体同じような値段で売ってるので、欲しい方はあとプレゼントしたい方ぜひ買ってみてください。という感じで今回の動画終わりたいなと思います。この動画いいなと思って参考になったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じで終わります。じゃあね、バイバイ。